丈夫か、ゲイリー。デニスか。俺を誰だと思ってる。こんな怪我ぐらい。くそ、体が思うように動かねえ。ここは危険だ。手を貸すぜ。俺を怪我人扱いするな。それよりどうした。まさか今頃のこのこと基地にたどり着いたんじゃあるねえな。少佐から起爆装置のことを聞いた。メタルプレートは持ってるな。おう。これに書かれてる。確か YS4921 だ。デニスだ。シンディ。ええ。特殊コードを一つ入手した。解析を頼む。YS4921 だ。ありがとう、シンディ。デニス、さっき言わなかったことだけど、 H0213 と呼ばれるバクテリアが侵食を起こすってことだけ分かってるわ。詳しくは研究エリアレベル1にあるハルケン博士のファイルを見て。ただ言えるのは、このバクテリアは異常に攻撃性が強くて、ある種の媒介物通じて増殖し続けてるってこと。その媒介物ってのはもしかして水か。屋上で給水タンクが破裂して、うごめいた後凍っちまった。異様な形でな。まだ屋上に行けば見られるぜ。もしかしたら重大なヒントかも。なるほどな。他に分かったらいつでも連絡くれ。もう切るわ。
爆破承認完了。起爆装置がセットされました。デニスだ。デニス、シンディ、起爆装置は一体いくつ作動させればいいんだ。発電所の起爆装置作動が遅れてるのか。すぐに医務室に戻って。発電所が侵食に囲まれてる。マーディガン少佐はまだ彼らは囲まれてることに気づいていないわ。とにかく医務室に戻って。助けるにしても動けるのは私たち二人だけよ。ソニアはあなたに渡すものがあるって言って下に向かったけど、まさか。できるだけすぐに戻る。君も守りを固めてそこを動くな。私は大丈夫。デニス、とにかく急いで。侵食はさらに活発になってる。もう時間がないわ。ああ。